現場はそのまま、慌てず避難してください。戯れはほどほどにしろ。ありふれた日常こそ得がたき幸せ。そのためなら俺は剣を取る。かを知り己を知れば百戦危うからず。朝の鍛錬は欠かせない。言い換えればこれは宝剣の手入れと同じだ。ちょっ、ふん、小細工など。緊急事態に速やかに片付けさせてもらう。これより捜査を開始する。観念した方が身のためだ。早急に型をつけるぞ。帰って夕飯を作らねば。ちょっ、小細工など。観念した方が身のためだ。これより捜査を開始する。緊急事態について速やかに片付けさせてもらう。早急に型をつけるぞ。帰って夕飯を作らねば。